どうぞよろしくお願いします。お待たせをいたしました。今日はまず冒頭私から2、3ご報告をさせていただきたいと思います。一つはチャーター便の運航についてであります。来月の2月3日から韓国のアシアナ航空によるソウル長崎間の1ヶ月間の連続チャーター便の運航を予定いたしております。韓国から日本へは温泉やゴルフなどを目的とした冬季の旅行需要が非常に高いということから、長崎ソウル線においても昨年度も冬季はデイリー運航が実現したところでありましたけれども、資金繰りの、資材繰りの関係もあって現在休止状態になっております。こうした大切な時期でありますので、ソウルからのアクセスを絶やさないという考え方のもと、人営屋への路線再開の取り組みを並行して進めてまいりますけれども、今回チャーター便の誘致に取り組んできたところであります。アシアナ航空によるチャーター便の運航は今回初めてになりますが、今回のチャーター便の運航を成功させ、将来的には定期航空路線の開設に向けて航空会社との協議を進めてまいりたいと考えております。なお今回のチャーター便の決定によりまして、今年度のチャーター便ここ5年間で一番多い91便ということになってまいります。それから2点目のご報告であります。県道佐治木原菰田線の開通についてご報告をさせていただきます。県道佐治木原菰田線の笹坂トンネルが来る2月14日に開通することとなりました。この県道佐治木原菰田線は対馬市伊豆原町の佐治木原から菰田を結ぶ主要道路でありまして、下対馬地域の産業観光の振興に重要な役割を果たしてくれるものと期待しております。今回開通する区間は当該路線の中でも唯一の未開良区間として残されていた区間でありまして、幅員が大変狭く線形も不良で、勾配も厳しい約10キロメートルの山道を 1.9 キロメートルのトンネルを含む 2.6 キロメートルの道路でバイパスをするという内容でございます。平成20年度から整備を進めてきたところであります。今回の開通によりまして共愛箇所と急カーブ急勾配が解消されるとともに、距離にして 7.4 キロ、時間にして約17分の短縮が図られますことから、沿道の皆様方の安全安心な生活の実現はもとより、対馬市の主要産業であります農林水産業観光の活性化にも寄与するものと期待をいたしているところでございます。そして3点目でございますけれども、広報関係について3点ご報告をさせていただきます。そのうちの1点目でありますが、来る1月26日から28日の3日間の日程で福島の魅力と今の発信、そして風評払拭と震災の風化防止を図るため、福島県の子どもたちの代表、福島から始めよう大使という大使さんに合わせて、福島県の復興キャラクターでありますきびたんが来県をされまして、本県の児童の皆さん、そしてガンバ君ランバちゃんと交流を行うという予定になっております。東日本大震災が発生して間もなく5年が経過いたします。現在福島県は福島から始めようという言葉を合言葉に、復興に向けて歩みを進めておられるところでありますが、今回は先ほど申し上げましたように風評払拭と震災の風化防止を目的に長崎県にお見えになりますので、本県としてもしっかり対応させていただきたいと考えているところであります。2点目は県の公式ホームページでの
視聴覚障害のある方向けの広報ページの開設について、お話をさせていただきます。現在視覚に障害のある方々に対しては、県が発行する広報誌の展示版音訳版を作成をいたしまして、市議長の社会福祉協議会等に配布をいたしております。一方聴覚に障害のある方々に対しましても、県政テレビ番組の字幕手話挿入版を作成をいたしまして、インターネット放送局よかよかテレビに掲載をしているところであります。今回はこうした取り組みに加えまして、県の公式ホームページに視聴覚障害のある方向け広報のページを新設いたしまして、視覚に障害のある方向けには新たに広報誌の音声版や新聞のお知らせ原稿を掲載をする。また聴覚に障害のある方に向けては、県政テレビ番組の字幕手話挿入版への誘導やラジオ番組の企画書等を掲載することにいたしました。これによりまして県が実施している広報を視聴覚障害のある方にも積極的に利用していただくということに加えて、見えづらい聞こえづらいとおっしゃるような皆様方にも幅広く活用していただけるものと期待をいたしているところであります。3点目は YouTube 長崎県公式チャンネルの開設についてご報告をさせていただきます。ご承知の通り YouTube といいますと全世界に10億人を超えるユーザーを持つといわれる動画共有サービスでありますが、本日から YouTube 内に長崎がんばらんばチャンネルを開設いたしました。具体的には県や県関係団体が制作し著作権を持つ動画で、全世代広報誌に取り入れている動画、県政番組とその字幕手話挿入版など6つの区分を設けまして191本の動画を掲載しております。動画については今後とも随時拡充していきたいと考えております。今後とも長崎県広報戦略に基づき本県の情報を幅広く発信することで、情報に接していただく機会が少なかった方々も含めて、本県の情報に接触していただくよう努めてまいりたいと考えているところであります。詳しくはお配りしております資料をご覧いただければと考えているところでございます。以上大きく3点についてまずご報告をさせていただきます。あとはどうぞよろしくお願いいたします。NCC 三原と申します。よろしくお願いします。おととし新上五島町で中学3年生の男子生徒が自殺した問題で、今月第三者委員会が、いじめが原因だとする報告書を町に提出しているわけなんですけど、今回学校や町の教育委員会の調査の限界ということもあって、第三者委員会ができているということも経緯もあるわけですけど、こういった別組織が調査することについて知事はどのようにお考えでしょうか。そうですね、やはり一番児童生徒の身近な存在というと学校でありますし、実情についても一番、把握している機関であると思いますので、まずはやっぱりそういった組織でしっかりと実態解明に力を注いでいく必要があるものと思っております。確かに様々な要因があって、なかなかそこだけでは十分でないといった場合に第三者機関に委ねるというようなことも選択肢の一つであろうかとは思いますけれども、このいじめ防止対策推進法においては重大事案が発生した場合は学校の設置者または学校が速やかに適切な方法によって事実関係を明確にするための調査を行うということとされておりますので、基本的にはやっぱりそういった学校サイドで正確な情報分析を進めていくということが基本になっていくのではないかと思っております。こういったいじめの問題について県は今後どのような関わり方といいますか対策というのは何かありますか。やはり子どもたちのさまざまな SOS、 これにいかに対応できるかと
という極めて、大切な仕事になっていただいているわけでありますので、まあ、大変多忙な状況にあるというお話は聞いておりますけれども、アンテナをしっかり張って、子どもたちをしっかり見守ってほしいと考えております。まあ、今回中学校ということで、まあ、町が主体になっているわけですけど、こういった場合まあ、市長でやっている、まあ、こういった動きの時に県はどういったこう、まあ、バックアップといいますか、そういった体制というのは取るようなことはできるんでしょうか。県もおそらく現状把握等を含めて職員も配置、現地に配置したりしてきているのではないかと思いますけれども、やはり、いろいろな求めがある場合には積極的に対応、支援策を講じていかなければいけないと思っております。県としてなんか常設のなんかそういったなんか、組織を作る、そういったお考えというのは、やはりそれぞれ政策は常時進めている部局があるわけでありますので、そういったいじめに特化した組織を作る必要があるのかということについては改めて検討する必要があると思いますけれども、現段階ではそこまでは考えておりません。はい、以上です。各所お願いします。共同通信の伊藤と申します。先日佐早監督の事業の関係で差し止め訴訟が和解協議に応じるということで、開門反対派の方が和解協議に応じるという姿勢を明らかにしたんですけれども、それに対する監督の感想を教えてください。まあ、開門差し止め、原告団、弁護団の皆様方、協議をなさって、和解の場に参加するということを方針をお決めになられたんだろうと思いますけれども、やはり私ども開門によってさまざまな影響被害が懸念されるところでありますので、そういった地元の皆様方に大きな影響被害等が生じないように対応策を講じていく必要があるものと思っております。一方また有明海の再生に向けた取り組み、これもまたその一方で極めて大切な話でありますので、そういった共通した方向性が見出されて具体的な取り組みにつながっていく機会になるということであれば、今後の推移をしっかりと見極めていかなければいけないと思っております。すいません、追加なんですけれども、和解協議に対してその県としては何か意見表明なりはされたんでしょうか。県はご承知の通り訴訟の当事者でもありませんので、どういった和解案が示されて関係者の皆様方の協議が進められるのか、そういった立場で、見守っていかなければいけないと思っております。ありがとうございます。はい、日本新聞の平島ですけれども、衆院の定数削減問題についてですけれども、昨日衆院議長に提出された答申案によると、長崎の地方選挙区は4から3に減る見通しとなっていますけれども、議員定数は削減すべきだとか、一票の格差は是正しないといけない、地方の声が届かなくなるなど、いろいろさまざまな意見がありますけれども、知事の考えをお聞かせください。そうですね、やっぱり一票の格差というのがあってはならないという基本的な考え方のもと、その是正策等について検討が進められてきた経緯があるものと思っておりますが、まあ地方の現状を見ますときに、本県含めて、人口減少の時代に入っておりまして、なかなかそういった地方の意見をしっかり国政に反映させていただく、これはもう基本的にはその地区から選出された国会議員の皆様方に託しているわけでありますけれども、だんだんそういうことで、地方からの選出の国会議員の皆様方が少なくなって、逆に大都市部に多くなるということを、そういった基本的な大きな流れについては、いかがなものかなという思いはございます。しっかり国政の場においてそういった観点からご議論をいただきたいと思っております。
できれば減らしてほしくないという、そうですね、やっぱり、地方の声をしっかりと国政に反映させるためにも、そういった機会は十分地方にも与えていただきたいという思いであります。ありがとうございます。QTN の引田と申します。石木ダムの関連でなんですが、まあ、年末の会見の時にもお尋ねはさせていただいたかもしれませんが、まあ、地権者の方々含めて、まあ訴訟をまた別途でですね、工事の差し止めというふうなところで提起をというふうなところでされてますが、これに対する、まあ、ご見解といいますか、所感をいただければと思うんですが、工事差し止めの手続きについては新聞報道で、拝見をいたしましたけれども、まだ内容については一切把握してない状況でありまして、今後そういった詳細な内容が分からない、分かった段階で、具体的な対応方針検討していく必要があるのではないかと。別途まあ、以前従前からお尋ねさせてはいただいてますが、差し止め事業認定の、取り消しを求める訴訟というのもありますが、まあ、一旦ここでテーブルにつくというそういう話し合いを別途するとか、そういったお話ご見考えているか。この事業認定の取り消しについては県が当事者じゃなくて国が訴訟当事者になっておられますので、県としてはなかなかコメントしづらい立場にあるわけでございますので、国と原告団体の皆様方との動きをしっかり注視していかなければいけないと思っております。従前からその静穏な状況であれば話し合いというふうなこともありましたけれども、まあ、今例えば それが可能になった場合は応じられる何でしょう、ご意思というのは、静穏な状況の中で、用地等について、話をさせていただく機会があるとすれば対応していきたいと思っておりますが、現実にはなかなか難しい状況にあるなと感じております。政府からの手法を受けて、その文化庁を京都にとか、まあ、市民上にぎわってるんですが、ちょっと前に本県の場合は海洋関係の任意機関ですか、これを誘致を考えられてて、まあ、ちょっと結果お寒いことになったんですが、まずもってそのなぜ今回任意期間はダメだったのかの結果分析みたいなのはされてるんでしょうか。一つはですね、移転対象地域じゃないと。最初はリストアップされた段階ではその中に、関係機関があったわけでありますけれども、申請をさせていただいて、その段階で移転対象機関ではないという整理がなされたと理解をいたしております。もう一つは海洋関係の方はご承知の通り、エネルギー実証フィールドがこれから具体的に展開が進められる、そしてその研究機関においては海洋再生可能エネルギーというのも研究分野に入っていたわけでありますので、ぜひこういった海域を積極的に活用していただいて、技術開発研究等について、共同して取り組んでいけないかというようなお話をさせていただいたんですが、少しやはりスタンスの違いがあって、国としてはさまざまな、海洋関係の、まあ、スタンダードを作るっていうんでしょうか、まあ、安全を確保するための基準作りのような業務内容が中心になっていってるんだということで、具体的な、じゃあどういった形でソフト面での連携ができるかということについても、
ご提案申し上げたんですが、まだまだ手前の私どもの方での課題の整理っていうのは十分まだスタートしたばかりでありまして、なされてないということ状況もありまして、実現が難しかったと理解をしております。移転ができなかったことはやはりその市とすれば残念は残念ですね。積極的に地方もさまざまな機関の誘致に力を注いで、そのことでもって地域の活性化を目指していこうと、全国各自治体の皆さん一緒に、取り組んできたわけでありますけれども、ほとんど難しいという判断がなされたということについては極めて、残念であります。国のですね、地方への移転への当初言ってたその地方創生に絡んだ分での掛け声と実際の実績ですね、これは差があると思われましたか、結果を見て。大きな差があるものと考えております。例えば韓国において地方移転の話なんかを聞いてみました。思い切った機関の地方移転が実現されている。で、今回は国においても相当何者入りで検討が進められ始めましたので、着実に実績が上がっていくものとこう期待しておりましたら、やっぱりさまざまな要因分析をされて地方では困るんだというようなお考えが強く主張されて、実質的にはあまり期待した通りの成果に結びつかなかったということに関しては非常に残念であります。この2施設はもう諦められるんでしょうか。今回の要望提案の分については一定方針が出されましたので、したがって今後の推移を見極めながら次なるチャンスがどういう形で、検討できるのか、これが最後のチャンスということではないとこう思いますので、引き続き他機関を含めてですね、検討を進めて、いかなければいけないんではないかと思っております。水産海洋水産関係にこだわっているわけではない、他の分野でもという意味でよろしいですか。そうですね、地域にとって大切なその分野で、連携可能、移転受け入れ可能だという分野であれば、そういった分野も視野に入れて、これから地域もまた状況変わっていきますので、そういった中で共同して取り組んでいけるような分野が出てくれば、そういった分野も検討の視野に入れていかなければいけないと思っております。最後もう一つだけ、チャーター便の件ですけど、陣営は諦めてるわけじゃないんですよね。諦めてるわけではありません。まずは福岡空港がほぼ満杯状況になるということで、所有保有の機材を集約化して、路線を集中させる必要があるというご説明をお聞きしておりますので、また航路として復活していただくチャンスは十分にあると思っておりますので、引き続きチャレンジしていかなければいけないと思っております。ただその長崎空港内にある事務所も引き払うとかですね、そういう話がジニアの方ではあってるのは大きいだと思うんですけど、かなり状況はもう厳しいんじゃないでしょうか。したがって選択肢は幅広く考えていく必要があるものと思っております。LCC を含めてですね、あるいはその他の国々とのチャーター便、将来的には定期航空路線の開設に向けて、もっともっとエアポート整列に力を入れて、路線の開設、そして将来的には24時間空港化を目指して実現のために全力で取り組んでいかなければいけないと思っております。アシアナ航空をジンエアの代わりにという考えもある。それも選択肢の一つであろうと思っております。はい、ありがとうございます。
長崎新聞の尾形です。石木ダムに関連して2点質問なんですけれども、原告地権者らをはじめとする原告団は2月2日にも県や佐世保市を相手とした仮処分の申し立てをしていないと、そういう方針を出していますけれども、県としてどのように対応するのか。そしてもう1点が12月に、公共事業再評価の結果を国土交通省に報告されてますけれども、もう一つの工程表の変更の届け出、これはいつどのような形で、される予定があるのか、それについて伺いたいと思います。2月2日の仮処分というのはどの仮処分でしょう。工事差し止めの仮処分申請申し立てです。まだ具体的な話は先ほど申し上げましたように把握しておりませんので具体的な訴状を拝見した上で対応方針決めていかなければいけないと思っております。そして先ほどもう一つの方はすみません、事務的に答えさせていただきます。全体計画の変更をする必要があると思うんですけれども、それについては今年度内にできる方向で国交省と協議をさせていただきたいと考えています。よろしいでしょうか。その工程表の変更ですけれども、昨年の、公共事業評価監視委員会で示された内容と同一のものを考えているそうですね。わかりました。知事としてすみません、知事としてこの工程表変更に向けて今年度内に申請されるということですけれども、そうしますと昨年の評価監視委員会では2017年度までにダム建設に必要な用地を取得をして、ダム本体工事に着手するという工程表になっております。これに向けては知事としてはどのようにお考えでしょうか。どのような形でこのような工程表を組んでいきたいと思われているのか。この石木ダムの建設事業については繰り返し申し上げておりますように、水道用水の確保あるいは治水上非常に必要不可欠な事業であり、一刻も早く完成を目指していかなければいけない事業であると認識をいたしております。従いましてできるだけ早く用地を取得させていただき事業に着手できるようこれからも全力で取り組んでいかなければいけないと考えているところであります。その上で知事としても今年度中に工程表の変更を届けを出したいというご意思でよろしいですか。そうですね。